はい、皆さんどうもこんにちは、しゅうせいです。今日はですね、まあ、新しくダイワから出たこのスティーズエア、もうちょっと外観は CT のものと入れ替わってるんでドラゴンが出たりするんですけど、俺のは、まあ、このスティーズエア、これと従来のベイトフィネスリールと、まあ、比較していこうかなと思ってます。で、まあ、比較対象は、スティーズ CT の KTF 可変スプール搭載モデル、まあ、チューニングしてあるんですね。で、使用ユーザーが多いアルデバラン BFX ベイトフィネスモデルと、アルファスのアルファスエアストリウムカスタム、軽流用のアルファスです。まあ、僕はずっとこれをアジングで使ってたんで、僕の中の旧モデルということで、ここを比較検討していきたいなと。で、まあ、僕はですね、アジングをするためにこのスティーズを買ったんですけど、まあ、メーカーさんは淡水専用ですよと説明書にバチッと書いてますんで、まあ、真似をしたりとかですね、自己責任でっていうところになろうとは思うんですけど。で、つけてくるロッドはこちら、まあ、作ってもらったオリジナルのアジング用のベイトロッドで、これで、投げ比べていきたいなと思います。はい、では、まず1個目、アルファスエアストリウムカスタム、これに、よいしょ、クリアブルーのアジコンバイブ 1.5g で、まあ、純粋にね 1.5g の、重さを投げてみますというところでやっていきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,23回転。あとで下の方に23で計算した糸巻き量を載しとくんで、また見てやってください。はい、次2投目、これいいんじゃないかな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25。はい、ラスト1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23。まあ、23から調子が良いと25って感じでしたね。で、ちょっと次は 1g に変えていきます。はい、続いてはリールはそのままでアジコンバイブの 1g で、アジコンバイブは 1.5g が青色の目で、 1g は赤色の目なんで分かりやすいですよね。よいしょ、1投目、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,19回転。2投目、これちょっと失敗して、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17。もう一回投げとこうか、今飛んだの。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20。ああ、飛んだの、20。まあ、20回転ぐらい。また下の方に20回転がどれぐらいな糸巻き調かは出しておきます。じゃあ次、どうしようかな、 3g 投げてみましょうか。 3g との軸ヘッドとアームでいきます。はい、続いてはですね、リールはそのままで、3g の軸ヘッドとワーム、クリアブルーのセクシー B ですね、これをつけて投げてきます。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、28、はい、次。おっと、ちょっと今のなしで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17、18、19、19、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30回転ぐらいで、おお、なんかめっちゃ走っとる。はい、続いてはですね、このアルデバランの BFS と、まず 1g のアジコンバイブ。ただ、ほとんどもうドノーマルの状態なんで、まあ、やってみましょう。糸吹けと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、糸吹けを取って、1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12、13、14、15、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、まあ大体15ぐらいってこと感じですかね。15回転ぐらい。 1g を投げるにはちょっときついかなっていう感じ。今ブレーキは4よりちょっと手前ぐらい。はい、じゃあちょっと変えていきましょう。投げれんことはないですけどね。はい、じゃあ続いて、アジコンバイブの 1.5g で、リールはアルデバランと。よいしょ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、やっぱ 1.5 ぐらいになるとだいぶ投げやすいですよね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、ちょっと今ミスっちゃった。もう一回、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、20回転ぐらい。はい、もう一回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、まあ、大体20回転、21回転ぐらいって感じですかね。はい、じゃあちょっと次の 3g に行きます。 3g ジグヘッドとワームですね。はい、これでやっていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、だいぶ飛んだ。28、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、まあ大体28、まあ30いかないぐらいですね。28回転、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、28、
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30 ギリいかないな。2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,28回転ぐらいが29か29回転ぐらい。はい、じゃあ次では理由変えていきます。はい、じゃあ次はアルファス CT ですねと KTF の可変スプールを入れたモデルです。ただあのギア周りをですねスティーズエアにと交換してるんで、あとでちょっとギア比からの糸巻き帳を出しておきます。はい、1投目あ飛ぶな。やっぱり1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,1g18、 まず18ね。あ、ちょっとバックラッシュしちゃった。はい。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18。やっぱり18ぐらいなのかな。ちょっと今、サミングを強くしちゃったんで、もう一回。今のなし。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18。あんまからね、18、もう一回。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16。もう一回、はい。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18。まあ大体 1g は18回転で。はい、じゃあ次ルアー変えていきます。はい、ではスティーズ CT と 1.5g のアジコンバイブ。あ飛ぶ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,22回転。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,21回転。もう一回。強く出すぎちゃった。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20、まあ、22回転、21回転ぐらい。ちょっとやっぱりね、失速のバックラッシュをするな。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21。 はい、じゃあ次 3g してきます。次 3g に変えてきました。いきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,21,28,28回転ぐらい。はい、3g もう一回。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27回転。はい、もう一回。はい、
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,27,28,29,20,21,22,23,24,25,26,27,27,28,29,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,20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 ,27,28
リール変えてきます。じゃあ続いてはですね、このアルファススティーズエアと、アジコンバイブ、じゃあこちらで行ってきます。お、飛ぶ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、28、ちょっと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、ちょっと今ミスったな、もう一回、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25。あー飛ぶわ、明らかに飛ぶ。もう一回ちょっと投げて、あ、今ミスった。1グラムこんだけ飛びゃもうなんかスピニングと戦える気持ちがするよねこれ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27。じゃあとりあえず、次は1グラム、あ、 1.5 グラムにちょっと変えてきます。じゃあ次スティーズエアと 1.5 グラムのアジコンバイブ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、30。はい、もう一回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31。ああ、もう一回、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、29。あー、まあだいたい30回転ぐらい、ハンドル巻きで30回ぐらい飛んどる。圧倒的じゃないかなこれ今のところね。圧倒的だぞ、どうなっとるんだって。とりあえず、3グラムに変えてきます。はい、じゃあ次3グラムですね、ジグヘッドとワーム。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、25、26、28、29、30、31、32、33、34、36、38、はあ、3グラム飛ぶね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、30、31、33、34、36、38、39。あ、あれ、
飛ぶわ、こら飛ぶわ。これちょっとおまけで、5グラムシンカーをサビアにの5グラムシンカーでスティーズエアをサビアに乗っけてちょっと投げてみます。これ後であのスティーズ CT ともちょっと比較してみたいなと思うんで、糸がないなる。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,33,35,36,33,35,36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 ,
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23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 
まあね、シンカーがシンカーなんで空気抵抗もないですし、それちょっと CT に変えていきます。はい、ではちょっとスティーズ CT に変えてきたんで 5g シンカーですね、投げてみます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,40,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,6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 5,56,57,
あ、いや飛んだ飛んだ、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,25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 ,
入ってるんで、ちょっと後でまた計算せんとしっかり出ないですけど、もう一回1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、33、34、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、かなり飛んどるのこれ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34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 、
ウォッチで測りながら 0.9g のシンカーがですね、どんぐらいでそこにつくのかやっていきたいと思います。まずスティーズエアスタート。
12秒08、まあ大体ね。よし、じゃあ次ちょっとリール変えてやってきます。どんどんやってきます。はい、リール変えてきました。いきます、よーいドン。13秒34。ちょっとやっぱり遅くなるんだね。よいしょ。はい、じゃあちょっとまたリール変えていきます。はい、それではじゃあ次アルファスエアストリームカスタムでいきます。16秒、だいぶ遅いんだねアルファスね。知らんかったわ。なんかそんな気は実はしてたけどね。よし、じゃあ次最後かな。リール変えてきます。はい、じゃあアルデバランいきます。よーいドン。13秒69。やっぱり28ミリの沈下速度って速いね。はい、以上になります。はい、お疲れ様でした。とりあえず、スティーズのエア CT アルファストリウムカスタムアルデバランとちょっと投げ比べてみたんですけど、やっぱりスティーズエアすげえなっていうのがもう歴然とね思えました。特にやっぱり 1g とかもうそういうごく軽量ルアーに対するレスポンスが半端ない。ただ淡水専用なんですねこれ。なんで月下美人ブランドで出てこねえかなって思うんですけど、まあしょうがない。ただまあなんでこの動画を見てですね、ベイトハジングでスティーズエア使ってやろうって思った方がもしいてもですね、まあ自己責任で、使ってもらえればなと。まあね、バラしたりとかいろいろやり方はありますんでね、しっかりメンテナンスすれば問題はないとは思うんですけど、まあ俺はね、あ、いいよ、あ、ベイトハジングに使えるよって、買いなよとはちょっとまあね、どうしようメーカーはそうは言ってないんで言えないですけど、ただ革命が起きたなと。スティーズ CT が出た時にも、まあメバリングだったりライトロックだったりっていうところで、ベイトフィネス、ソルトベイトフィネスの革命だなと思ったんですけど、1年でかなりいいものが出てきたなと思います。まあ引き続きいろんなことをやって、このスティーズエアでやっていきたいなと思いますんで、また動画を上げる、こういう動画を上げる機会もあろうと思いますけど、まあその時はぜひよろしくお願いします。この動画参考になったなと思ったらグッドボタンお願いします。まあチャンネル登録はまあ多分してもしなくてもそんなに更新はしないんで、まあしてくれたら嬉しいなと思います。では今日のところは以上になります。お疲れ様でした。バイバイ。